卓球世界選手権団体戦第7日2024年2月22日韓国釜山女子準々決勝が行われ日本はルーマニアを3対0で下し5大会連続のメダルを確定させた卓球世界選手権団体戦第7日2024年2月22日韓国釜山女子準々決勝が行われ 日本はルーマニアを3対0で下し、5大会連続のメダルを確定させた。日本は1番手に伊藤美馬23イコールスターツ、2番手に早田ひな、23イコール日本生命、3番手に平野美宇、23イコール木下グループ、沖用。同学年の美馬ひな美宇で大一番に臨んだ。ここまで1試合の出場だった世界14位の伊藤が1番手で、 同12位の聖地と対戦。フルゲームの死闘を制して早田につないだ。世界9位の早田は同59位のドラゴマンに第1ゲームを奪われたものの、ここから3ゲーム連取して逆転勝ち。世界18位の平野も同31位のサマラを下し、黄金世代3人で表彰台を決めた。23日の準決勝では香港と激突。71年大会以来、 53年ぶりの世界一を目指す進撃は止まらない。伊藤美馬、23イコールスターツ、2番手に早田ひな、23イコール日本生命、3番手に平野美宇、23イコール木下グループ、沖洋。同学年の美馬ひな美宇、で大一番に臨んだ。ここまで1試合の出場だった世界14位の伊藤が1番手で、同12位の聖地と対戦。 フルゲームの死闘を制して早田につないだ。世界9位の早田は同59位のドラゴマンに第1ゲームを奪われたものの、ここから3ゲーム練習して逆転勝ち。世界18位の平野も同31位のサマラを下し、黄金世代3人で表彰台を決めた。23日の準決勝では香港と激突。71年大会以来、53年ぶりの世界一を目指す進撃は止まらない。